はい、ということで令和年11月4日渡辺哲也賞2本目のお時間でございます。長尾先生間に合っておりませんので、2本目も行きたいと思うんですけれども、2本目はちょっと北朝鮮問題行きたいなと思っておりまして、北朝鮮が このところミサイルを乱射している状態にある、このミサイル乱射の根底には何があるのか、そしてその目的はというのがはっきりしないんですよね。なんで北朝鮮がここに来てミサイルをこんなにたくさん発射するの、と。で、貧しいはずの北朝鮮、なぜこのミサイルを発射する資金はどっから出てるの、いろんな疑問が生じるわけですけれども、何かの目的が明示されてるわけではないわけで、北朝鮮側からの要求というのは見えてこない。けれども、なぜか、個別に見れば米韓軍事合同軍事演習への批判だとか、いろんな理由はついていますよ、個別に。だけど本質的な理由何かわからない、けれどもこんなにお金をかけてミサイルや軍事活動を行う、北朝鮮って貧しいはずじゃなかったの、ということになるわけですよね。ってことはどっかスポンサーがいるんじゃないかと考えるのが妥当ですよね。そして北朝鮮のミサイル発射なんですが、日本海やそして韓国向けが報じられる中で、黄海、黄色い海ですよね、に向けて撃たれているというのも報じられているわけです。ここにこの数週間で2回黄海に向けてもミサイルが撃たれているという状況にありまして、なぜ黄海、朝鮮半島ありますよね。朝鮮半島があって日本海、日本列島がある。黄海ってこっち側なんですね。で、黄海になぜ向けて撃つのかというと、黄海ってその先にあるのは実は北京なんですよ。北京に向けてミサイルを撃っているという状態。これがどういう状態なのかというのをある程度分析していかなくちゃいけないということになるわけです。中国と北朝鮮との関係、このところはっきり見えてこないんですよね。かつては北朝鮮と中国が話し合いを行っているようなイメージがありましたけれども、このところ見えてこないと。で、同時に北朝鮮は核の小型化に成功したと言われている、すでに。そして、長距離弾道弾ミサイル、そして中距離ミサイル、様々なミサイルの発射も成功していると言われている。一部は失敗しましたけれども。ということはね、こんなに大量に発射実験を行う必要もないですよね。いや、本当に異常な数なので、なんでなのかなってみんな思ってますよね。と考えると、もう一個の理由としては、北朝鮮の最大の収益源っていうのは武器の輸出なんですよね。で、武器のショーケース的にデモンストレーションをやっているんではないかと。我が国のミサイルはこれだけ飛ぶよということで、アフリカだとか中東だとか、ミサイルを買いたいという国はたくさんありますから、そういう国に向けてのデモンストレーションではないかと言われていたけれども、デモンストレーションにしては無駄遣いしすぎでしょう。多いですよね。で、さらに今日、北朝鮮が、北朝鮮の南北境界線の北側で180機の飛行機をなんか準備しているなんていうのも報じられておりまして、これ何をということを、80機ですか、緊急発進、180機は飛行と、80機は緊急発進したなんていうのも報じられておりまして、しかし180機のうち何機がまともに飛ぶのかなっていう。いや、180機は飛んだんです。飛んだの？飛んだ。そしてもう燃料なくなっちゃうよね。本来だったら燃料なくなるはずなんですが、ところがなくならない。なくならない要素があるということは、どう考えたってこれロシア以外考えられない。で、ロシア以外考えられなくて、そもそもじゃあ北朝鮮ってどういう国なのかと考えたら、その成り立ちは、ロシアが作ったという側面ありますよね、旧ソビエト。ソ連が作ったんですよ。そうですよね。ソ連が作ったのは北朝鮮で、南朝鮮はアメリカが作ったんです。そうですよね。そういう意味でアイデンティティがね、ないんですよ、両方とも。だから非常に苦しんでる部分があるわけでね。アイデンティティがないと言えると同時に、本来の宗主国っていうのはソビエトなんですよね。北朝鮮。北朝鮮にとっては。
あくまでも朝鮮戦争というのは、うん、まあ北朝鮮とそして中国人民軍ではなく中国人民軍の義勇軍、中国としては直接参加してないという建前を取っている。それに対して北朝鮮軍というのはロシアが作ったロシアの衛星国家なんです、もともと。で、これがソビエトの崩壊によって、ソビエト、旧ロシアがお金を失ってたことによって、中国への依存度を高めていったというのが、北朝鮮の姿であって。まあ、この30年間、ね。この30年間。わけですね。ところが本来の先祖返りというか先祖から考えると、ロシアの衛星国家であると。で、ここに来て、ロシアに北朝鮮がミサイルを大量に売り込んだと、売却したと。そして、数千人の兵士をロシアに供給したっていうのも報じられてますよね、小池さん。あとね、実はもっと前ね、数年前に、シリアの内戦の時にですね、北朝鮮の人民軍が、シリア軍と一緒に戦闘してるんですよ。で、そのニュースはね、ほとんど報じられてなくて、で実は統一教会系の UPI 通信だけが、報道したんですね。で、あれはやはり北朝鮮にそれだけ、深いつながりがあるから、報じることができたんですけど、そういうこともあったんですよ。で、シリアの内戦で、北朝鮮の人民軍が本当に戦闘行為したということであれば、それはもうロシア経由であるということに間違いないわけで、その頃からだからかなりね、ロシアとね、相当接近してたと思います。そうですよね、はい。で、やはりロシアとの関係の方が実は中国より強いというのが北朝鮮で、朝鮮半島そのもの、まあ北朝鮮そのものもそうなんですが、中国に対して決していい感情を持ってないんですよ。下手すると日本より中国人の方が嫌いだっていうような人たちも多くてですね。それは韓国だと同じですか、ね、韓国も同じですからね。だからそういうことを考えると、やはりここ金、お金を出しているのも、いわゆる傭兵としていくらで買ったかはわかりませんが、一定の条件を出して、多分北朝鮮は兵隊を売り込んでると思うんですよ。おそらくね、ウクライナにも行ってると思いますよ。ウクライナにも入ってるという、はい、言われておりますけれども、これで結局兵隊を売って、兵器を売って、金ができたんですよ、ある意味、北朝鮮。それでミサイルもバンバン撃ってるのも、そういう背景があるわけでね。撃てる条件が整ったし、またある意味、この番組でずっとやってきた話なんですけれども、ちょっと地図を出していただきましょう。壁の話ですよね。ちょっと見ていただきますとわかるんですが、順番ずれた方がいいかな。ここ、これ4月にご案内した地図なんですが、旗艦モスクワが撃沈されました。それによってこの、黒海にある不等港、二つ。そしてここのトルコのボスポラス海峡が通過できなくなったんで、黒海部隊が潰れました。そうなってくると、アラビア海、地中海にも出られない。フィンランド、スウェーデンが NATO 入りしたことによって、カリーニングラードとここにある不凍港、この二つの不凍港が事実上このデンマーク、ここで閉鎖されちゃうので、いわゆるバルト艦隊も無効化されちゃう。そうですね、バルチック艦隊がだから動けない。動けない。スウェーデンはおまけにね、核の保有をね、決定したばっかりですね。そうですね。共同保有をね。で、ここがだから、黒海がダメ、バルト海がダメとなった時に、当然日本海側、ナホトカとウラジオストックに力が加わってきますよというのを説明してきたわけですが、ナホトカ、ウラジオストックの下にあるのは何かといえば北朝鮮なんです。で、ここでロシアと北朝鮮の利害が一致したんですよね。そう。ある意味、ロシアと北朝鮮の利害が一致したし、ロシア側の言い分を聞けばですよ、このウクライナ、もともとですね、ここあたりにその、旧東欧圏、東と西の壁があったわけですよ。今、ウクライナのところまで押し上がってるわけですよね。ロシアからすると、奪われたと言われている衛星国家を含めるとですね。そうなってくると、もう一つの、これが西側の壁が今、ウクライナにあるとすると、東側の壁はさてどこですかということになると、38度線なんですよ。で、それが今ね、ムンジェインの時にですね、対馬海峡までもう降りるところに来たんですよ。要するに北東アジアでの冷戦の壁というのがね、38度線じゃなくて、もう対馬海峡のところに来るところになったんだけど、今度保守政権になりましたよね。それで今その辺がグラグラしている状態である。そういう意味で言うと北朝鮮は、これ大韓民国、南朝鮮を
もともと取るというのは北朝鮮の命題ですから、うん、でそれとロシアの利害と非常に結びつくんですね、ここで。合致しますよね。地政学的にね。地政学的にはね。うん、はい、だからそれを考えると、ロシアが北朝鮮を鉄砲玉的に使ったのではないか、使っているのではないか、とも考えられるわけです。例えばロシアがですね、直接ここでミサイル、核を使う部分、戦略核を使うとなると、大きなロシア側には障害になるけれども、北朝鮮に使わせる分には、何の障害にもならないというのもあるわけですよね。ロシアからすると。これもね、日本で大きく取り上げられないのが本当におかしいと思うんだけど、先週からですね、日本政府の要人がですね、官房長官含めてね、防衛大臣もそうですけど、うん、北朝鮮が核を搭載できる小型化にもう成功したんだと、うん、ミサイルにね、うん、中距離弾道ミサイルに詰めるんだと、うん、いうことを発表してるでしょ。うんうん、その意味がね、全然こう伝わっていないんですね、日本人にね、うんうんうん。で、それだって、その核の小型化を北朝鮮が独自にできたのかという問題だってあるわけですよ。うんうん、そうですね。これロシアだったらできるわけです、できる当然ね、うん。そしたらロシアの技術がそこで使われたのではないかということも考えられるわけですね。そうですね。だからロシアとしては弾薬不足をイラン製のミサイルやドローン、はい、そして北朝鮮産の弾薬等で、はい、砲弾も今北朝鮮送ってますから、ね、送ってますからね、うん、はい、でミサイルも送ってるということで報じられてますが、うん、そもそもイランの核開発っていうのは北朝鮮が技術者を送って主導していたわけ で、うん、イランシリアもそうです、ね、シリアもそうですね、シリア、イラン、悪の枢軸なんて呼んでましたけれども、この3カ国というのは共同開発でつながっている、その元になる北朝鮮のロケット技術等の元になる技術というのはそもそもロシアの技術であって、うん、ロシアから提供された技術が前提になっているわけですね。だから、うん、いわゆる固形燃料を使ったミサイルなんていうのは、もともとシルクワームで潜水艦搭載型のミサイルを改良したものであって、でこれが北朝鮮のいわゆる中短距離の基本技術になっているというところがありまして、うん、それでね、実はね、2006年かな7年、北朝鮮が最初に核実験やった後ですね、シリアが核開発してたんですよ、うん、でその時イスラエルが F-15 を飛ばして実はピンポイントで 爆撃して爆撃しましたね、それで壊してるんですけど、うん、あれも大きなニュースなんだけど、その時北朝鮮の技術者が亡くなってるんですよ、ね、うん、実はだからその時シリアにやっぱりかなり入り込んでる。なるほど、はい、でそういうこともね、全部停留にあると考えなければいけないわけですね、うんうんうん、まあ、そんな中でですね、麻生副総裁が韓国を訪問するというのを突如発表されて、はいはい、うん、即時実行されたわけですけれども、うん、なかなかいいんじゃないですか、うん、まあ、この背景には緊迫する北朝鮮情勢をめぐる問題があって、うん、韓国側と何としてでもとりあえず非常時の、うん、とりあえずね、とりあえずパイプを何とかしとかないとという、うん、パイプを作っとかないといけないのではないかということがあったと言われておりまして、例えば今韓国には日本人がいると、日本人の帰国をどうするのか、はい、自衛隊法上ですね、相手国の合意があれば自衛隊を出して邦人保護をできるけれども、韓国がそんなこと飲むわけないですからね、観艦式に行くか行かないかでバカみたいなこと言ってるわけですから、旭日旗があるかないか、あれはじゃあ旭日旗じゃなくて自衛艦機なんだなんて、そんな取ってつけたような理屈で韓国海軍は、うん、韓国メディアに説明してるわけですよね、うんうん、でさ、あれも異常な話でね、うん、2015年の観艦式の時、安倍総理の時の、うん、あの時来てるんですよ、韓国の駆逐艦、うんうん、こうつい最近の話なんですよ、旭日旗に関して、うん、騒ぎ始めたっていうのはね、うん、まあそういう状況ですけれども、うん、だからといって、まあ、放置するわけにもいかないし、そうですね、我が国としては38度線を北朝鮮からの防衛に使わざるを得ない、だから麻生さん行ったんですよ、で麻生さんが行かれて、まあ、この緊急時対応ができる環境、まあ、これアメリカ側からのプッシュもあったと言われてますけれども、うん、アメリカ自身もですね、なかなか韓国をコントロールできてないと、いや信用してないですもん、信用してない、だから間に日本をどうしても入れたいと、入れたい、うん、
いうのが多分アメリカ側の意向であるんではないかと。その中でアメリカ側とも北朝鮮、まあ韓国側ともある程度話し合いができるのが、考えてみると麻生さんしかいなかったと、まあかつて安倍さんがいれば安倍さんがされたんでしょうけれども、で世界のリーダークラスとお話ができるのは麻生さんしかいなくって、まあ麻生さんが言ったんですが、相手側はですね大統領を出してきたということで、本来で言えば核で言えばですね、もう麻生さんというのは今現役の閣僚ではないですから、まあ元総理とはいえでも、ね、言ってもですね、非常にその異例なことを韓国は行ったわけですよね、でその意味をやっぱり読み解かないと、ね、だから大統領と本来だったら一般の国会議員という格の明らかに違う存在があえてあって、そして外務大臣とも食事をしたということで、やはりここはあの北朝鮮情勢かなり緊迫してるなというのが感想ですよね。だからそういう状況であるということはね、日本の国会見てると何にも伝わってこないのね。もう毎日毎日統一教会はどうのこうのって話ばっかりでしょ、まあだけどそういう緊迫した状況であるからこそ、今回麻生さんが突如訪問したわけで、この訪問したことによって何をしたかというのは、まあ建前上経済協力、将来の経済協力等について話し合ったなんて言ってますが、これ岸田さんと食事をした後にこの話が決まってるわけで、多分打診がもともとあったんだと思うんですよね。まあ、ね、それを考えると非常にその緊迫した状況にあると、台湾有事なんていう話ありますが、台湾有事よりこちらの方が下手すりゃ早いんじゃないかと。それで要するに外務大臣が使い物にならないんで、それ岸田さん悪いんですけどね、自分で示したんだけど、だから麻生さんは外務大臣の代わりやったとも言えますよね、まあ、だからね、外交担当の総理大臣の全権大使として外交担当で麻生太郎にして、外務大臣内政担当にすればまあ、そうですね、リンさんはね、で楊潔チさんと王毅さんみたいな関係でね、楊潔チのが上みたいな形にすればいいんじゃないかなという気がしますけれども、はい、渡辺哲也賞2本目でございました、はい。渡辺哲也賞いかがだったでしょうか。ここで皆様へのお願いです。私はメールマガジン渡辺哲也の今世界で何が起きているかというのをやっております。ご興味のある方はこちらの QR コードか渡辺哲也メルマガで検索ください。よろしくお願い申し上げます。